ともとイギリスのロンドンで開発したゲームですので、現地のプレーターの方たちと連絡を取り合って、アイトイプレイを日本でスムーズに発売できるようにコーディネーションする仕事でした。小さい YouTube というところでですね、ゲームを作っている制作部門全体の、技術支援といいますか、制作部門の R&D 的な、ミッションで、活動しています。もともとですね、この、アイトーイという形を想定してたかどうかは別として、プレイステーション2を開発している段階からですね、ビデオ入力をそのプレイステーション2の CG 生成と組み合わせるとですね、一個面白いことができるんじゃないかというところで、カメラ入力を、応用したいねという話は開発時点から考えてたんですね。ただいろいろなプレイステーション2という本体の仕様を決めるにあたって、カメラ入力というのは、ビデオ入力というのはなくなったわけなんですが、その経緯があったんで、プレイステーション2の開発にはですね、実はビデオ入力端子がついてるんですよ。なんでツール上ではそういう実験がそのままできてですね、当初開発やってたし、開発でそのカメラ入力を使いたかった人はですね、その後もずっといろいろ研究を続けててですね、カメラ入力を使ったデモもたくさん作ってたんですね。で、それは日本の R&D のメンバーが、研究所のメンバーがずっとやってたんですけども、それをアメリカの R&D のメンバーが見つけてですね、やっぱり開発ツールだけじゃなくてプレイステーション2本体でなんとかしたいということで、プレイステーション2専用のカメラを USB カメラを作ったと。それでプレイステーション2でいろんなデモを動かせるようになったので、いろんな人に見せてたところですね、今度はヨーロッパのゲーム制作の、プロデューサーですかね、がそれを見てですね、これはゲームにしようというところで、ゲームがアイトイプレイというゲームになったということですね。いろいろ具体的にはあるんですけど、もうこれはアイデア勝負なんですね。あんまり言うといろいろ先にやられてしまうんでなんですけど、ヒントはIT プレイの中 のプレイルームの中でいろいろデモとして紹介されてますけども、ああいう機能がというか、ああいう使い方ができるよというところで、遊び方につなげていただけるというので、いろいろなことはできるかなと思います。あとは今 IT プレイですと本当にコントローラーとしてというか、新しい入力デバイスとしての使い方ですけども、映像を入力する装置としての使い方もあるでしょうし、そういう意味では本当にアイデア勝負でいろんな面白いゲームが作れるんだなと思ってます。で、今は自分が映った映像を見ながら遊ぶっていうものだけですけど、可能性はその動きを感知するものですので、自分が映らなくても動きだけを取り込んで、もう全くの CG 映像がその動きに反応してゲームを展開していく、そういう方もできるんですね。例えば自分が歩いてる動きに反応してゲームの中のキャラクターがどんどん歩いていったりとか、曲がったりとか、ジャンプして飛んでいったりとか、そんな作り方も不可能ではないですよね。開発中にそのプロデューサーが実際自分の友達を呼んでパーティーで試作版でこう試してどんな反応か見てみようっていうんでやったらしいんですよ。で、その友達が来る前に自分の部屋でセッティングをして、こうやって試してたらしいんですよ、こうやって窓拭きって。で、それを見ていた隣のマンションの人がなんか誰か助けを呼んでるって言って、で急いでスコットランドヤードを呼んでですね、で大丈夫ですかって入っていったら、実はそんなことをしていたっていうんで、ちょっとお前さんから怒られた。日本でもまだそんなに社内的にゲームがあるよってことは分からない時に、私がやっぱりこうやっていろんな操作をしているとテレビの向こう側にいる人がにっこり笑ってこうやって出るなんか挨拶をしてるんじゃないかと勘違いされたりしたこともよくありました。アイトイプレイゲームというゲームがさ最初に出ましたが、まだこれからアイトイプレイのカメラを使ったゲームはたくさん面白いものが出てくると思います。アイトイプレイゲームを初めてやって、自分の顔体がテレビに映ってというのがとても面白いと思います。で、それを周りで見ている人たちはもっと面白いと思います、ね、
まあ、そういうみんなでワイワイとガヤガヤと、楽しんでもらえるようなゲームがたくさん出てきて、みんながゲームをもっともっと好きになってくれるとよりいいなと思ってます。いっぱい楽しんでください。アイトイプレイは子どもさんから年配の方まで皆さんが楽しめるゲームです。アイトイプレイでプレイステーション2の新しいゲームの世界をぜひ体験してください。